ヤマハヤ -1 ヤマハや1ヤマハや -1 は日本楽器が開発、製造、発売したオートバイである。ヤマハヤ -1 と DKWRT125、両者のそっくりさがわかる、オートバイ部門を分社化する直前の日本楽器、製造株式会社が最初にオートバイの製造に乗り出して発売したオートバイであり、ヤマハ発動機のオートバイのルーツである。 排気量は 125cc、最高出力5.6馬力、最大トルク 0.96kgm。相性は赤トンボ。その設計は、ドイツ DKW 社が開発した小型オートバイの代表的モデル RT125 に半を取った、同時代に多く見られた設計の一つであるが、スタイリングには GK デザイングループが関与している。1954年10月に発表。 翌1955年1月より生産開始2月発売。まだ黎明期であった日本のモータースポーツにおいて活躍を残しており、発売された1955年7月10日の第3回富士登山レースではウルトラライト級の優勝を果たす。これはヤマハ発動機走率から10日目のことであった。さらに3ヶ月後、第1回浅間火山レースでは125。 CC クラスにおいて1位から4位までを独占するという成果を収めた。これにより楽器メーカーとしてのイメージしかなかったヤマハの名をモーターサイクルファンの間にも定着させるきっかけを作った。1939年発売ヘルマン・ウェーバーらの DKW 社内技術者が開発した第二次大戦前 DKW 最後の民生用オートバイ。 2ストローク単気筒エンジン搭載の軽量で機動性の高い小型バイクで第二次世界大戦中にはドイツ軍の連絡用バイクにも使われ戦後は西ドイツの DKW で1958年まで東ドイツで DKW 系工場を引き継いだ MZ で1965年まで生産が続いた性能の優秀さからロイヤルエンフィールド、ビッサ ハーレー・ダビッドソンなどの西側著名メーカーでもコピー製品が作られ、ソ連や東ヨーロッパでもコピー品や東ドイツからのライセンス生産品が1950年代まで広く生産されるなどで、類似者は世界中で膨大な生産台数に達した。ウィキペディアドイツ語版によれば、ドイツ本国での生産台数45万台、コピー品は500万台以上生産されたと、 推定されている。ヤマハ発動機や、やマイナス1開発ストーリー、http コロン、スラッシュスラッシュ、w w w g k e s i g n c o j p スラッシュ ja スラッシュ gk、g k? グループ、プロジェクツ、データ、55万10やマイナス1、html。ありがとうございます。